を紹介します。続いては姉妹船弁慶塩米で1名の上演です。準備の間に船弁慶のあらすじを少しご紹介いたします。源義経は平家追討に武功を立てますが、戦いが終わるとかえって兄頼朝から疑いをかけられ追われる身となります。義経は弁慶や従者とともに都を出、摂津の国大物の裏から西国へ落ちようとします。船が海上に出るとにわかに風が変わり激しい波が押し寄せてきます。吹き荒れた海上に西国で滅亡した平家一門の亡霊が現れます。中でも平知盛の怨霊は自分が沈んだように義経を海に沈めようと薙刀を持って襲いかかってきます。義経は少しも動じず戦いますが、弁慶は押し隔てて数珠を揉んで祈祷します。祈られた亡霊は次第に遠ざかり、ついに見えなくなります。Thank you.